はい、皆さんこんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論の科目の担当をしております不動産鑑定士の川原と言います。今回は初学者のための鑑定理論入門講座というテーマで講義の方をさせていただきます。鑑定理論ですね、不動産鑑定士で学びます、他の科目ですね、民法とか経済学とか会計学とかあったりするんですが、そういった科目は例えば大学とかで、関わる学部、法学部とか商学部とか入りますと大学とかでも学べるような、そういった学問になってくるんですが、この鑑定理論というのはもちろん大学の中に不動産学部というのがある、そういった大学もあったりするんですが、基本的には多くの受験生が初めて学ぶ学問ということになってきます。でこの鑑定理論ですね、鑑定理論、鑑定評価を行う上での理論を学ぶのがこの鑑定理論ということになってきます。鑑定評価を行う上での理論を学ぶのがこの鑑定理論ということになってきます。では鑑定評価って何なのかってことですね。鑑定評価というのは端的に言うならば、不動産の価格を理論的に求めることを鑑定評価と言います。不動産鑑定士が公平中立な立場から土地だったり建物、不動産の価格を理論的に求めることを鑑定評価と言います。例えば、そうですね、宅建士さん、宅建業者さんとか宅建士さんも不動産の価格を示すことはできるんですが、それはある意味こうざっくりとした不動産の価格であって、理論的な価格とは正直言えない部分があるんですね。で世の中には実は公平中立な立場からの理論的な不動産の価格というのが必要になってくる部分が場面が多々ありまして、例えば裁判の場面とかそうなんですが、裁判の場面で不動産の価格が争点となっている場合には、やっぱり理論的な価格というのは公平中立な立場からの鑑定士の理論的な価格というのが必要になってきまして、そういった場面で鑑定評価というのが必要になってきます。ではこの理論的な価格を不動産鑑定士はどのように求めていくのかってことですね。その求め方というのを少しですね、触りになってくるんですが、お話をさせていただきます。鑑定評価の手法というものを適用して不動産鑑定士は理論的な価格を求めていきます。価格の求め方ですね、それが手法ということになってきます。大きく3つの手法を鑑定士は適用していきます。3つの手法を適用していきます。まず1つ目は、原価法と呼ばれる手法になってきます。原価法というのはどういった考えに基づく手法かと言いますと、原価法というのは、作るコスト、つまり原価ですね、を積み上げていく、そういった手法になってきます。コストに着目して不動産の価格を求める手法が、やり方が原価法ということになってきます。でこの原価法というのはざっくりと言うならば、売り主目線からの手法、そういった手法になってきます。そうですね、例えば皆さんこう建て売り業者の立場にちょっと考えてみて、ね、立ってみてください。建て売り業者ね、建物等々を建てて販売する、そうで業者の立場に立ってみてください。業者がじゃあ売り値を決めるときにどのように売り値を決めていくかというと、例えば建物を建てるのに業者がコストとして5000万円かかったとします。そうすると5000万円以下では当然これは売らないですよね。そういった作ったコストにさらにこう利益を積み上乗せして販売していくというのが業者の普通の考え方なので、そういった業者の立場に立っていただいて、この建物を建てるコストを踏まえて売り値をいくらいくらとしよう、業者はこのように考えますので、それを踏まえた手法というのがこの原価法ということになってきます。建てるコストを踏まえて売り値、不動産の価格を決めていく手法が原価法ということになってきます。これまずは一つ目の理論的な価格を求めるやり方、手法ということになってきます。では2手法目ですね、2つ目の手法ですね。2手法目というのが取引事例比較法というものがあります。取引事例比較法というのが鑑定評価の手法の2手法目ということになってきます。この取引事例比較法というのはどういった手法かと言いますと、こちらはライバルの取引価格と比較をする手法ということになってきます。同じようなライバルとなり得るような不動産、相互に影響を及ぼし合って不動産の価格というのは決まってきますので、そういったライバル同士の関係、ライバルの取引された価格から比較をすることによって、
対象とする不動産の価格を求めていく手法が取引事例比較法ということになってきます。でこの取引事例比較法というのは、まあ、ざっくり言うとじゃあ誰目線からの手法かと言いますと、こちらは買い主目線からの手法とざっくり言えば捉えることができます。そうですね、今度は例えば、じゃあ中古の戸建て住宅を買おうというですね、そういった買い手の立場に立ってみてください。中古の戸建て住宅を買おう、まあ、あるエリアのところで中古の戸建て住宅を買おう、そういった買い手の立場に立ってみてください。でこういくつか候補があるんですね。でいくらで買おうかなって考えるときに、やっぱりこうライバルになるようないくつかの候補の中から、じゃあこの金額で買おうかなって形でこうやっぱ比較をすると思うんですね。買い手の立場に立って、やっぱこう可能性のある不動産比較をして、じゃあこれが適切な売り買い値かなって形で比較をしながら買い値を判断してくると思うんですね。そういった買い手の立場に立って不動産の価格を求めていく手法がこの取引事例比較法、つまりあれらの建物がいくらいくらで取引されているならば対象建物の買い値をいくらいくらで、まあ、買おうってことですよね。そういった買い主目線からの手法がこの取引事例比較法、ライバルとなり得る他の不動産の取引されている価格から比較をすることによって対象となる不動産の価格を求める、そういった手法がこの2手法目ですね、取引事例比較法ということになってきます。では3手法目ですね、3つ目の手法を見ていきます。鑑定評価の手法3手法目は収益還元法と呼ばれる手法があります。でこちらの手法はどういった意味内容の手法かと言いますと、収益還元法というのは貸すことによる収益、まあ、賃料ですよね、賃料から元本である価格を求める手法が収益還元法ということになってきます。まあ、収益賃料を元本に戻す、収益賃料に着目して元本である価格を求める手法というのが収益還元法ということになってきます。ではこの収益還元法というのは誰目線からの手法かと言いますと、こちらは、投資家目線からの手法とざっくり言えば捉えることができます。今度はそうですね、じゃあある程度の金額を持っていて、こう事務所ビルに投資して賃料収入を得たい、そういった投資家の立場に立ってみてください。事務所ビルですね、投資用の事務所ビルに投資をして収益を得たい、そういった投資家の立場に立ってみてください。でその時に何を重視するかというと、賃料収入を得たいわけですね。やっぱこう賃料を重視しますよね。でこの事務所ビル賃料年間例えば500万得られるならば、でこの不動産ならば利回りだと、まあ、5% ぐらい利回り確保できればいいかなってことで、じゃあ1億円で投資をしようかなって形で得られる収益から不動産の価格を決める、そういった投資家の考え方に基づいて不動産の価格を求めていくのがこの収益還元法。つまり投資家目線としてはテナントからの賃料収入を踏まえて投資額をいくらいくらとしよう、こういった投資家の考え方に基づいて不動産の価格を求める手法が収益還元法ということになってきます。で不動産鑑定士というのは今見てきました3手法ですよね、原価法、取引事例比較法、収益還元法、コストに着目、ライバルに着目、収益に着目、こういった3つの観点からそれぞれ基本的な3手法を適用して、で求められた価格を調整することによって最後結論としてのこれ鑑定評価額というのが結論としての不動産の理論的な価格になってくるんですが、3つの手法を適用して調整をすることによって理論的な価格としての鑑定評価額を求める、これが鑑定評価ということになってきます。でこの鑑定評価というのは不動産鑑定士だけに認められている独占業務ということになっていきます。この鑑定評価の業務を他の資格の人が行ってしまいますとこれ罰せられるんですね。鑑定士にだけ認められている業務がこの鑑定評価業務ということになってきます。ではこの鑑定理論ですね、まあ、学問としては今ざっくりと説明したんですけど、こう試験の中での不動産鑑定試験の中でのこの鑑定理論の位置づけというものをちょっとお話をしていきます。試験科目としての鑑定理論ですね、こちらお話をしていきます。まずは、不動産鑑定士試験におけるこの鑑定理論という科目の位置づけについてお話をしていきます。でこちらについては
鑑定試験のこれ願書を使いまして説明をしていきます。こちら平成28年度の不動産鑑定試験のこれ実際の受験手続きをする時の願書になっています。管轄しているのは、国土交通省内のこう土地鑑定委員会というのが管轄しているんですが、実際の願書になってきます。で、不動産鑑定士試験制度ですね。試験制度は大きな特徴としましては、単答式試験と論文式試験の2段階選抜方式になっているというのが、この不動産鑑定試験のまずは大きな特徴ということになってきます。まずは単答式、択一式、マークシート方式の試験、例年5月の中旬の日曜日に実施されるんですけど、でこの単答式試験まずは受けていただいて、でこの単答式試験突破していただいた方が次の論文式試験ですね、例年8月上旬の同日月の連続する3日間で実施されるんですが、記述をする試験ですよね。論文式試験で突破して最終合格、2段階選抜方式になっています。ではそれぞれの試験科目を見ていきましょう。単答式試験ですね、科目は2科目から試験が課せられます。行政法規という科目と、あとは今説明しています鑑定評価に関する理論、つまり鑑定理論ですね。単答式試験は行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目から出題されます。行政法規というのは不動産というのは勝手気ままに使えるものではありませんので、さまざまな法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名とか聞いたことありますでしょうか。そういった不動産に関わる40弱の法律について学んでいくのが行政法規という科目になってきます。一方、もう一方が鑑定理論ということになってきます。で、それぞれ40問ずつで出題されまして、で1問 2.5 点と配点がなされていまして、40問かける 2.5 点でそれぞれ100点満点の、合計すると200点満点ですか、ね、200点満点で試験が課せられるということになってきます。だいたい合格ラインは7割ぐらいですかね。140点ぐらいが大体の合格ラインになっています。一方、論文式試験ですね、科目を見ていきますと、まず行政法規という科目はこれ単答式試験だけの科目になってきます。論文式試験では出題されない科目ということになってきます。その代わりに論文式試験においては民法、経済学、会計学、あとは鑑定理論ですよね、鑑定理論、計4科目で試験が課せられるというのが論文式試験。この科目数が多いというのも不動産鑑定試験、特に論文式試験の特徴ということになってきます。で、基本的にはそれぞれ問題2問ずつ出題されます。2問ずつってことですね。それぞれ2問ずつ2問ずつ出題されます。2問ずつで、2日目の午後にまず鑑定理論ありまして、やっぱりこう2問出題されるんですけど、さらに鑑定理論は3日目の午前中もまた鑑定理論出されるんですね。また2問出されます。つまり鑑定理論は他の科目は2問のところ倍の4問記述が出されて、さらには鑑定理論はもう一つこの演習というちょっと異なる出題形式の問題が出されます。演習というのは電卓を使って計算をしていく、そういった計算問題ですね。そういった形式の問題も出されます。で、配点なんですが、1問あたり50点で2問なので、それぞれ100点ずつなので、100点、1問50点で2問なので100点100点100点で、2日目の午後の鑑定理論2問で100点ね。で、3日目の午前中もやっぱり100点2問ですね。さらに演習、これ1問だけしか出題されないんですが、1問でこれ100点与えられます。つまりは全部で合計何点かと言いますと、これ600点満点なんですね。600点満点です。600点満点中、実は鑑定理論が半分の300点を占めています。科目は4科目なんですが、配点は鑑定理論が600点満点中の300点、半分を占める、そういった位置づけになっています。つまり
不動産鑑定試験に行けるこの鑑定理論という科目の位置づけというのは、担当論文いずれでも配点の半分を占める最重要科目ということになってきます。正直鑑定理論という科目を苦手としているようですと、なかなか合格は厳しいということになってきます。得意とまで言わなくてもいいんですけど、やっぱ苦手ということになってきますと、なかなかやっぱり合格は厳しいということになってきます。さらにこの鑑定理論というこの科目の特徴になってくるんですが、担当論文で知識は共通、アウトプットが異なる、そういった位置づけになっています。実は担当式試験、論文式試験、これいずれでも鑑定理論は出題されるんですが、問われる知識というのはこれ共通なんですね。担当特有、論文特有、そういった知識は基本的にはないです。レックの講座を受けていただきますと、鑑定理論、講義をする上で基本テキストというのがあるんですが、その基本テキストは実は担当論文共通の基本テキストになっています。学ぶべき知識は共通なんですね。ただアウトプット、理解を試験委員にアピールする方法が、マークシートにマークするのか論文に記述するのか、その違いってことですね。知識は共通で、それを吐き出す、アピールする、試験委員に示すやり方、アウトプットがマークシートなのか記述なのか、そういった違いがあるんだということになっていきます。では鑑定理論、どういった内容を学習していくのかということですね。願書に試験範囲が示されています。ちょっとページめくっていただきますね。はい、まずは担当式試験ですね。行政法規、択一式マークシート式で、出題範囲という形で、先ほど言いました、数多くの法律がずらーっと並べられています。一方で鑑定理論を見ていただきますと、択一式マークシート式なんですが、出題範囲は不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項から出題されるとなっています。これ略して、基準及び留意事項と言われたりするんですが、これは不動産鑑定士が鑑定評価を行う際の判断の拠り所となる、法律でいうところの条文のようなものが、この基準とその弟分であります留意事項と呼ばれるものです。これ国土交通省が発表しているものなんですが、鑑定士はこの基準留意事項にのっとって評価しないと罰せられちゃうってことですね。この基準留意事項を無視した評価をしてしまうと、不当鑑定ということで罰せられる。鑑定士が判断の拠り所となるのが、拠り所とするのが、この不動産鑑定評価基準と、この運用上の留意事項、基準留意事項と呼ばれるものになってきます。なので試験対策としても、鑑定理論学ぶべき内容というのはどういった内容かと言いますと、ちなみにこれはすいません、論文の方でも同じです。論文でも基準留意事項が出題範囲になっています。なので試験対策として鑑定理論を学ぶべき学習内容というのは、基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていくということですね。基準留意事項について理解を伴わせて暗記を進めていく、これが必要になっていきます。単なる丸暗記ではなくて、理解を伴わせて暗記をしていく必要があります。特に担当式試験というのはこうマークシートなので、暗記というのはそれほど行わなくても十分に対応することはできるんですが、論文式試験の方ですね、これ記述をしていきます。論文など記述をしていくんですけど、でこの論文式試験、たまに質問を受けるんですが、なんか特別な文才とか文書能力とか必要ですかって聞かれたりするんですが、基本的にはそういった能力はいらないんですね。なぜかと言いますと、特に鑑定理論というのは論文式試験、どういった事柄を記述するかというと、それは覚えてきた基準留意事項を問題に合わせて吐き出すのが鑑定理論の論文式試験の試験内容ということなんですね。現場で自分で文章を考えるとか、そういったことは基本的には不要なんですね。だから特別な文才とかはいらないんです。準備してきた基準留意事項、試験委員もこれ基準留意事項を覚えて試験に合格していますので、この基準留意事項というのが
試験員と共通言語みたいなものなんですね。共通言語ですね。この共通言語を使って試験員が出した問題について答えていく、準備してきた基準理事項を現場で吐き出す作業が論文式試験なんですね。なので答案を書くためには基準理事項をしっかりと準備暗記しておくことが、これも大前提になってきます。これ覚えておかないと共通言語なので自分の理解をアピールできないってことなんですね。なのでもう暗記するのがこれ絶対条件になっていきます。合格者のことはみんな暗記をしていきます。でこの暗記が良質ともに結構大変なんですね。これなかなか厳しい試験になってきます。鑑定試験はよく暗記色の強い試験と言われるんですが、特にそれこの鑑定理論の基準留事項をしっかりと精度高く暗記をしていかなきゃならないというのが特徴になってきます。ただ暗記大変なんですけど、暗記をしていけば担当論文いずれにおいても点数はこう自然に上がっていきます。大変なんですが暗記をすればやっぱりこう点数上がっていくんですね。例えばそうですね、行政書士試験というのは今なかなか難しい試験なんですけど、それはなぜかというと試験範囲がこう際限なく広がっていってるから難しいって言われてるんですね。それと比べると鑑定試験は暗記は大変なんですけど、出題範囲はもう基準と留意事項だけってことなんですね。この2つを理解を伴わせてしっかりと暗記をしていけば十分担当論文いずれの試験においても対応することができるということになってきます。なので鑑定試験、特に鑑定理論は努力が報われる試験と言われています。暗記をすればそれほど点数が上がっていきますので大変な分は否めないんですが、ただ頑張って粘り強く暗記をしていけば自然と点数は上がっていくというんですかね、こう努力が報われる試験ということになってきます。で試験はやっぱり短期で合格した方がいいので、この鑑定試験ですね、短期合格のために重要な戦略というものがあります。鑑定試験担当論文を通じて短期に合格するために重要な戦略というものがあります。それは担当段階で鑑定理論を得意にして論文の貯金をすることが非常に重要なんだということになってきます。鑑定理論は担当論文共通の科目です。で担当段階で鑑定理論、特に基準留意事項の暗記を頑張ってやればやるほどそれは論文式試験の貯金になってきますので最終合格をより近づけることになるというんですかね。なので担当式試験というのは200点満点で大体7割ぐらいが合格ラインなので140点ということですね。で科目は行政法規と鑑定理論です。で例えば行政法規80点の鑑定理論50点、合計140点7割クリアですよね。十分な合格なんですが、ただそういった受かり方よりもやっぱり行政法規というのは担当だけしか出されない科目ですので、いくら得意にしてもそれ論文の貯金には一切ならないということなんですね。一方鑑定理論というのは得意にすればするほど学ぶべき知識は共通なので論文の貯金につながっていくってことですね。なので担当の時に鑑定理論を得意にして、例えば受かり方としても鑑定理論を85点、行政法規55点とかというのが実は対最終合格という意味ではこう適切な受かり方ということなんですね。なので担当だけの時においても鑑定理論の方を強みに意識して最終合格を見据えて鑑定理論ある意味得意にするって気持ちでやっていきますと、それが論文の貯金につながって最終合格を近づけるということになっていきます。これが短期合格のためには重要な戦略ということになってきます。はい、以上ということになります。本当に触りだけしか説明できなかったんですけど、実は本当に冒頭で言いましたが、皆さんなかなか鑑定士というのは、個人さんから依頼を受けると場面がそう多くはないので、一般の人が鑑定士の仕事の中身とかこう詳しく知ってるそういったことはねあまりないんですけど、まあ逆にそれが狙い目でもあったりするんですが、知られていないんですけど、世の中で公平中立な立場からの不動産の理論的な価格というのが求められる場面が実は多々ありまして、そんな場面で不動産鑑定士は活躍をしているんだということになってきます。で今は不動産鑑定業界は人手不足なんですね。人手不足です。で、国土交通省も人手不足を解消するために、試験制度を変えるって方針を発表していまして、
でなるべく短期で、で他業種からも入りやすいように、こう短期で受かりやすいように試験内容を変えていくということを発表していますので、今鑑定試験チャレンジするには一番いい時なんですね。内容基本的に優しくしていくってことだと思いますので、受かりやすくしていくってことなので、そうなってくると今始めるとちょうどそういった試験制度の改革にこう波に乗って合格することができますので、今本当鑑定業界自体も変革期なんですね。新しくこう業界変えていくべきだって、そういった時代になってますので、多分新たな鑑定業界の担い手になるのが、これから鑑定士に興味を持っていただいて試験始めて合格していただくこう皆さんになってくると思いますので、新しい鑑定業界に新たな風を吹き込むべく、鑑定士ですね、興味持っていただくならば、レックの講座を取っていただいて鑑定士チャレンジしていただけたらなと思っております。はい、では以上をもちまして私の講義を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。